いや、あごだしじゃないよ。絶対あったぞ、どっかに。俺の記憶はね、正しい。絶対に醤油は。醤油がない 醤油がない ないはずない。けど見つからない。で、醤油は絶対にある。これもこれでうまい。こういうおもちゃ初めて食べた。こういうごまが入ってるよ。
そういう、あい。じゃあここ痛くて、ここ今腫れてんすよ。なんだったっけ、さっきね、なんかふっと振り返った瞬間にテーブルで、ちょっとあの1枚のテーブル、ちょっと高いんですよ、高さが。ガーッと振り返った瞬間にバチコーンってここ振って、いったーっつったもんね、俺部屋で。いったーって言いながらもすぐにこう動き出したんで、めっちゃ痛くて、ちょっとこう皮むけて血出て腫れてるっていう。で、まあ今ここ湿布貼ってるんですけど、ちょっとこう筋肉をこう動かしたりこうするとひねるじゃない、肉ね、筋肉動くじゃない、それで痛みを感じる。すごい今コップ持った時のちょっと痛かったもん。醤油、醤油ってあんま使うタイミングそんなないんですけどね、俺。でもないとないでね、気になるね。醤油は、だって俺醤油見たもん、前。出てきた。じゃあもう一回醤油探していいですか。この下に醤油がある。この下に醤油があるはずなんですよ。あるはずなんですけど、見当たらないですよね。どんな醤油かは大体分かってるんですけど、その醤油を使った記憶がないもんね、俺。ちょっと待って、あった、めっちゃ奥にあった。醤油。多分使わないから、あんま醤油を。一番奥に。2028。あ、無駄に1年ぐらいいけますね。どっかにこの醤油あったってこうもらったんですけどね、これで、これ醤油でしょ？これ醤油って書いてるもん、ほら。ほら、醤油。いいやー。はあ、でもなんかすっきりした。俺で絶対使った記憶がなかったんです、これ。なんかこう、形がちょっとこう変わってるじゃないですか。だから、醤油、これを開けた記憶はなかったんですけど、使ってないなっていうのは頭の中であったの。で、最近、ここ最近、なんかこの下で、この下をちょっと整理したんですけど、あったよなーって、つい最近の記憶でこれが見当たんないっていうのも一番奥にあった。すっきりしました。これ醤油ですよ。こうやって開けるのかな。無駄にゴミが出るっていうね。こういう無駄なものを作んなきゃ。よし。お、まだ開いてないから。使うときに開けよう。すっきりした。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。
っきりした。マジ。